ける10、たくさんありがとうございます。チョコレートありがとうございます。バレンタインってさ、やっぱりさ、なんかね、バレンタインのさカラーってピンクだから、ギフトとかもやっぱ可愛いよね。アイライン長くない？変わってないよ。こんな長い？変わってません、いつもと。チョコレートありがとうございます。今日唐揚げ食べました。いいじゃん、お肉の日だもんね。前髪スプレーかオイルつけすぎた。ねえ、なんでわかった？ね、違う、今日さ、オイルをつけすぎた。わかった？目腫れてるよ。失礼な、変わってないよ、いつもと。ね、バレた？しっとりしてる、わかりやすい。オイル上がりかと思った。はにゃ。違う、オイルをウェッティだね。ウェッティとか言うな。シースルーってやつ、シースルーちょっとこしちゃったみたいな。そう、そのね、なんていうの、普通オイルはここのね、前髪どうした。普通ここの毛先につけたやつをそのままちょっと余ったやつを前髪につければいいだけなのね。でもまあ今日前髪だけにオイルを2プッシュつけたの、1、2。本当にもうかすかな量で、そういいぐらいなのに2プッシュつけたの。私じゃこうなった。そう、それはつけすぎ、くさ。くさ、やすな、つけすぎ。そう、増量キャンペーンや。いい風に言わないでもらって。サラサラ感なくなった。そうで、こうなった。欲張りだな。なんか食べ物みたいに言わないで。スベスベなって、全然ベチョベチョじゃないよ。見た目の割に。盛り越えて草。ちょ、盛り越えて草じゃない。盛り越えてネギ。もうのまねすな。3曲ぐらい踊った？踊ってない。踊ってない。平野オイリーモーナ、なんか日本人感な。やめてもらって。こんばんは、こんばんは。そう、こんばんは、こんばんは。つけるだけの髪の毛あるだけいいやん。あ、汗汗。すいません、クッキーありがとうございます。そんな、そんな外国人もいません。はにゃ。クッキー、クッキー、クッキー、ありがとうございます。クッキーありがとうございます。オイルの話につて、オイルの話ですでに5分。ギギギギギ、わあ。クッキーありがとうございます。クッキー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 、せーの、ウッキーウッキーウッキー、たくさんありがとうございます。なんで前髪だけにつけるんや。前髪をなんか束束シースルー感を出したかったけど、ちょっとやりすぎちゃった。ウッキーって言ったらウッキーモンキー、ありがとうございます。やると思った。あにゃ、出た、たまたま。で、本当に言うんだよ。シャケンさん、SK ホテルとチーム S の15歳の平野ものです。ありがとうございます。オイルはオイル、ダジャレ。自分でダジャレって言っちゃうんだ。でもうまい、ね、そういう流れかと、ありがとう。滑舌悪くてウッキーになってる説。シッ。さすが選抜様、オイルたっぷりって。びっくりするの関係ないけど。
付け法廷とチームSの15歳の平野オーナーです。来てくれてありがとうございます。ねね、選抜になるとオイリーになるのね全然違うからさん、SK ホテルと初めましてだって、初めまして。SK ホテルとチーム S の15歳の平野モナです。聞いてくれてありがとうございます。クッキーありがとうございます。クッキーたくさんありがとうございます。明日はね、モーが楽しみにしていたオンラインサイン会アンドてかたかいでクッキーありがとうございます。そうそう、結構ねそのニックネームでそのトーク会とかがないからその直接言えないのであるんですけど、その何ニックネームをちゃん、たん、さん、いつもはさんで呼ばれてるけどちゃんで呼んでほしいとか、いつもはたんで呼ばれてるけどさんで呼んでほしいとか、そう、そうそうそう、そういうのがあったら、そう前もね聞いたんですけど、そうまだまだ新たにあったら今言ってくれると嬉しいです今言ってください。そしたらスクショするので、呼び捨てでね、呼び捨てがいいです。呼び捨てが欲しいの。あ、呼び捨てめっちゃやる、呼び捨てファンタジー今お任せします。じゃあちゃんめいつも通りになっちゃう呼び捨て、呼び捨て、クッキーありがとうございます。呼び捨てで、呼び捨てでいいの？なんか慣れないね。いつもやっぱささんとかちゃんとかで呼んでるさ方が呼び捨てでとか、モータンのセンスりょっいつも呼び捨てなんてそれな確かにお任せで OK ももくんこんばんは須田さんのお家の犬みたいな名前の呼び方になっちゃったけどね、俺いつも呼び捨てないようなって、嘘、サンで呼んでるよ。うん、呼び捨てファンタジーか、汗汗ねえね、好き好き、ありがとうございます。 OK、 いつも小判投げた時に呼ばれてるんだけどそれはしょうがない、もう名前がまんまだもん呼び捨てがいい。でもいつもそうじゃない、ちゃんじゃない、なしにしろってこと？え？ちゃんさんがダメってこと？え、いつもちゃんじゃない？もうそのまんまってこと？あのお名前呼べないから、あの英語で言うとブルーっていうこと？あ、ちゃんはあれね。オッケーオッケーオッケー。やっぱそうだよね。だよね。さん付けで、やだ。え、だってさ、いつもさ、そんな3じゃないじゃん。ね。こっちから注文する場合もありますのでね。ね。ね。マジか。そりゃそうだ。嫌だとかあるの？うん。断る場合もあるのね。うん。気に読んで、オッケー、オッケー、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。こんばんは、こんばんは、好きです、わー
嬉しい、何急に、ありがとう、ね、明日楽しみですね、すごいこんばんはって、こんばんはね、楽しみ、やっぱみんなの名前も呼べるっていうのも嬉しいし、そう一人一人ね、そうちゃんとお名前呼ぶ機会がやっぱショールームでとないし、そのトーク会がないと本当にないから、 それも楽しみですし、やっぱり手形も楽しみですね。チョコレートありがとうございます、まとめて全部楽しみ、好き好きありがとうございます。そう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 、明日はサイン会見ながら大学勤務します、ありがとうトーク会なくて干からびそう絡めるな絡めるなねえ、服汚さぬにね、はい、わかりました、よく読めた、なんとなくなんか絡みそうまで来たらなんとなくそうかなと思う、読めた、ありがとうモータンが漢字読めた、そんなに驚くかなねえ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 、何驚くあ、そう、さっきあのインスタにリールあげたので見てください、読めた多すぎ、笑った 笑わないで笑って、明日はバリバリ仕事なのでアーカイブ見るの楽しみにしてます、ありがとう、ちゃんと読むね、読めたコメント多すぎ笑ってね、すぐ入りに乗ろうな、ね、あれ何の曲、何の曲っていうか、なんか今なんかよくそのそのももが好きな、まあ、同世代ぐらいのこの YouTube じゃない TikTok を見たらなんかみんなそれやってたから、今これ流行りなのかなと思ってやってみた、多分流行り多分流行り、乗っかったのかもうそうちゃそうだけど明日初めてサイン会買ったから楽しみーだって、もうもう楽しみーね、便乗はにゃ、明日は大雪、明日大雪なの、さてさて、ももは明日向かうことができるのだろうかね、やば、汗汗ねえ、名古屋も雨だよ、あ、そうなの、地区っていうか何、県によって違う、あ、関東がそうなんだ、関東の方はね、あの雪ですってんころりんしないように気をつけてください、もうじゃないんだからそんなことしないね、雪の日はね滑りやすい、関東やばいらしいよ、そんなに、そんなにやばいの、しないって、あれあれ違う、なんか多分雪のところで滑るんじゃなくて、その道路とかで雪がその固まっちゃって、もう氷みたいになって、そのスケート場みたいになっちゃってるところが一番危ないと思う、あとあのつららが上から落ちてくるかもしれないから気をつけて、なんではアイスバーンってやつだね、そう、まあそんな感じ、そんな感じ、イントネーションってちょっと間違えたドレレアン出たつららね、つ
知らないイコールドレレやでよくわかんないからテロップ出しますじゃん、996日ありがとうございます。ミニ焼肉、今日はお肉の日ということで、お家でね、お家の夜ご飯にミニ焼肉をしました。ミニっていうのは別にそんなに大きな鉄板でやったとかじゃなくて、そのもものいつもやってるそのももたんクッキングの鉄板を使って、でそれで3人で焼きました。ほんで自分の分はもう自分でもう一人一人具材分けてやって、で自分で焼いてくセルフ焼肉だからそんなにその大きな鉄板を出してそうやったとかじゃなくて、まあ、ちょっとした焼肉ですね。パパは後で、多分今食べてんじゃない下で。美味しかったです。996日ありがとうございます。焼肉ライク的なって、まあそんなような感じかな、よくわかんないけどはい、めちゃめちゃ美味しかったです。ご飯なんてもう一瞬でなくなったよね、白米パパさんのこのグロングルメ始まり始まりで、ももの習慣はパパが一人で食べてるのをちょっとね、仕事から帰ってきて、お仕事から帰ってきてやっぱ一人で食べてるのかわいそうだから、パパのそうもものルーティーン、パパがご飯食べてる時にクマッタンを前に置くそうパパに相席失礼しますって言ってクマッタンをパパの前に置いて、そう置いてあげるの、なんかかわいそうだからそうそう、モータンじゃないのねうん、モータンじゃないんだけどタコさんありがとうございます、そこはモータン座ってあげてはにゃ、でもやっぱ一人一人分けると、その弟がやっぱ食べるの早いからゆっくり食べる、うんうん、そうそう、やっぱりみんなで食べると、ももが2枚ぐらい食べてるうちに、もう弟倍以上の6枚ぐらい、そういつものねペースだったらそれぐらいなんですけど、そうだからゆっくり食べれました。いつもやばい負けてられないと思ってそうなんですけど、そうですね、倍速すごいなそう、クッキーありがとうございます弟はほぼ生で食ってるんじゃんってそう思うじゃん、めっちゃ焼くのそう、もうのあのお家みんな、そのなんかレアみたいなのがあんま好きじゃないから、もうとか本当になんかちょっとでも赤かったらもう無理だから、もう本当にもう焦げる寸前まで焼くそれぐらいじゃないとなんか怖い、なんか生肉食べてる気分になっちゃう。牛肉の話ね、お仕事中だけど来ました、バレないようにお仕事中並んで来てくれてありがとうそう、お肉は半生ぐらいがいいのにね、絶対無理、そうそうそう、本当にもう今日はお肉安かったんだね10% 引きって書いてあったのって言えない、あ、言っちゃった、あ言っちゃった汗ねママお肉上手、お肉上手じゃなかったわ買い物上手だったね、聞こえてますよはにゃね、
50% オフまで、ね、粘りますでもそんなん賞味期限切れちゃうやん ね、閉店間際なら半額まで待ちます。落ちるの？それまでお腹空いちゃわない？でもとっても美味しかったですセールか、半額じゃない10%ね。私はふるさと納税の返済品のお肉を食べます。星になってるからお肉を食べますよね多分。いいねいいねいいね。今日の夜ご飯に。でもね、あのハッシュタグもりもりメールとかツイッターでもね結構ツイートしてくれてたんですけど、今日お昼朝昼晩どこかでお肉を食べた方、みんなお肉食べましたか？食べてる。はい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 、わあ畑のお肉を食べました。畑のお肉はにゃ、はい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 、食べた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 、魚食べた、いいね健康的いいね。まだですってことは予定があるってこと？ピザと枝豆しか食べてない。え、いいのしいやつじゃん、ね、朝からまだ何も食べてません。そう本当？食べな本当に言ってる？よくお腹空かない。本当？え、食べた方がいいよね、食べて。本当にもう配信見てくれるのはありがたいんですけど、食べてねご飯、うん、え、もう絶対持たないね。ね、生姜焼きでした。いいね、おいしそう。え、もうが一番今までで食べてお肉の中でね、食べたお肉の中で一番心に響いたのは、みんなからもらった超高級なお肉とメールで載せたやつのジャジャヤンのあのお弁当が一番美味しかった気がする、今までの中で。そう、ということで先ほどメールにはね載せたんですけど、あの箱がね、今日帰ってきたら箱が届いてて、何かなーと思って見たら、なんと前皆さんがギフトを投げてくれてショールームでゲットすることができた、じゃーん、いちごチョコレートありがとうございます。そのね、フルーツ、高級フルーツみたいなのがその選べますよっていう、そういうイベントをキャンペーンというかイベントをやってて、クッキーありがとうございます。でいろいろあったんです、みかんメロンとかいろいろあったんですけど、なんかやっぱいちごが一番早いっていうかそう、もう本当にもっとなんかぶどうとかだと本当にもう夏とかだったんですけど、そう、ちょうどいちごも食べたかったし、そう、いいぐらいの季節に届きました。さて、ありがとうございます。じゃん、これはね、とちおとめって書いてあった。これが全部で12個入ってました。さて、ありがとうございます。おいしそう、やばー、わー
越していちご。わあ、光輝いてますね。復習しよう。まあ、オッケー。ということで、まあこれをね食べようと思うんですけど、まあ普通に食べてもね、まあ、普通の食事ってなっちゃうわけなので、本日はねいちご誰が食べられるゲームをしたいと思います。イエーイ。これはどういうことかというと、この中にボックスが入ってます。で、この中には誰が食べられるかっていう、それが入ってます。これだったらみんな、みんなっていう紙が出たら、ももは食べられなくてみんなが食べられます。で、みんなって出たらまたみんなが食べられます。だからももはももが、ももっていうのが出るまで食べれません。で、みんなもみんなって出るやつが出るまで食べれません。だから誰が食べれるかゲームです。ということで、早速やっていきたいと思います。現実的な話、どうやって食べるの？フォークで刺してパクッ。、ね、それではまずいきたいと思います。あ、なんか下に入っちゃった。すいません、あの裏側失礼します。すいません。ということで、ありがとうございます。それではいきたいと思います。開いた。ごめんごめん。それでは誰が食べれるかな。手を合わせください。はい、合わせました。いただきます。いただきます。まずはね、皆さん本当にギフトをねたくさん投げてくれて、このね達成してくれてというか、イベントのやつを達成、本当に皆さんありがとうございます。皆さんのおかげです。それではどれがいいかな。一番形が良さそうなやつ選ぶね。これじゃない？手で触ったらあれか。よい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 。それではもうこれで撮ろう。めっちゃスクショする今日。はい、チーズ。はい、チーズ。ないよ。あー、めっちゃいちごのいい匂い。
練乳が甘い、食べてないからてててて熱々でしたって、だからお肉じゃないんだよ初恋の味でした、はぁーわふぅパフパフ初恋の味とは例えばどういうこと、ねえ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 詳しく聞かせて続いて中辛でした、カレーちゃうねあれ青春の味、青春の味って何、例えば例えば初キッスの味だって、なになになに、どういうことどういうこと初キッスは、キッスの味があって、うわちょっと何それ反応が小学生なはにゃ次行ってもらったやつですよね、すいませんすいません、つい興味持ってしまってねえちょっといちごの味すんの昨日キスしました、ほんと背中痒くなってきた、ほんと、え、ほんとに言ってるそれほんとに言ってる、なんか途中で顔赤くなってきちゃったじゃん、ねえ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 嘘嘘って、なんだびっくりしたびっくりしたなそれでは続いていきたいと思いますせーの、言わないでやったー嬉しい、それではいただきたいと思います、わー待って待って、いちごってさお尻の部分から食べた方がさいいんだよね、ね、まかないいちご、おいしいいちご食べるとほっぺが落っこちる、ハートありがとうございます、それでは早くってですよね、いただきます、どうキスはなんかやめてよその言い方意外と普通の感想ってほっぺが落っこちちゃうほど美味しいです、一口ちょうだい、どうぞって言った方何なんかコメントでさ酸っぱいとか言ってたじゃん、さっき超甘い、
美味しい。なんかすごい、なんかいつもスーパーで買ってるやつ、スーパーでいつも買うやつも美味しいんですけど、好き好きありがとうございます。味がギュッってなってる、凝縮されてるっていうの、味がめっちゃ濃い。いつものやつなんかさ、下までここのなんか白い部分がさ少ないの。なんかさ、いつもさここら辺でさ、ここら辺で白い部分があるのね。でも白い部分がこんだけしかないの。味が超濃い。そう、濃厚っていうの、そう、めちゃめちゃ濃くて美味しい。濃厚なキス、いやー、だから変えないでって話でもめっちゃ美味しい。本当に甘い、甘酸っぱいとか酸っぱい要素ない、甘い、甘いし味が濃いし超美味しい。もう一個食べていい、もう一回なんてもう一回行きたいと思います。好き好きありがとうございます。それでは行きます。せーの、桃じゃなかったはい、みんなだけと言ってませんからね。急に単体いきます。いちごにかけて15位の方に与えたいと思います。与えたいっていうか食べてもらいたいと思います。そんなのあるんだ、まあ時々はい、15位の方いるかな。変わっちゃった、変わっちゃった。でもさっき15位の方いるかな、2人渡したいと思うんですけど、今15位の方はいるね今15位の方はいますね。さっき15位の方はいますか。ご指名入りましただって、イエーイ。さっき15位の方はいないかな。ね、あ、いる？ OK、 じゃあ2つ渡したいと思います。わあ、それではさっき15位のとのペンギンが空飛ばぬしらぶたの方、どうぞ。あー、ありがとうございます。美味しかったそれでは今15位のゆうの北海道のアバターの方、それではいきます、いきます。あー、あ、ちょっと意地悪しといてありがとうございます、ハートありがとうございますむしゃむしゃごっくん、むしゃむしゃごっくん、むしゃ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 、どう、美味しかった美味しかったですか、どうでしたか。感想は、ももたんを初めて見た時のような爽やかな味、爽やか鮮やかな味がします。どういう味だろうそれはどういう味だろう、でも美味しいってことだよね。うん、よかったよかったよかった、めでたしめでたし、じゃんじゃんそれではいきたいと思います、いきます。いきますよ、せーの、きたー、やったー、きたー本気になりすぎ、きたー、イエーイ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 。真っ白で見えません。この
何が嬉しいかっていうとね、じゃん、今日練乳を買ってきてたの。練乳をね、練乳をつけたかったので、嬉しいんですよ。ずるいって、くじ引きにずるいとかありません。ふふふふふふ、北海道の練乳をねつけていきたいと思います。わーふふふ、食べます。え、おいしそう。これですよ。いきますね。強すぎる。なんかこぼれた。これは最強。服は汚れてないよ。机がちょっと甘い匂いになっちゃったぐらい。ちょっと後で拭いとくね。おいしい。なんかさっきはイチゴ甘いって言ったじゃん。意外と冷静でワルだ。さっきは甘いって言ったけど、でもかかないにもろてね。練乳をつけることによっていちごがちょっとなんか甘酸っぱく感じるの。すごいね練乳、本当に美味しい。うま、ありがとうございます。美味しすぎる、本当に美味しい。そうだからやっぱ甘党の方とかは練乳をねおすすめします。もうのファンの方結構甘党の方が多いので練乳つけると美味しい。ね、別に決してなんかももが初めて練乳といちごのペアやりましたとかそういうわけじゃないけど本当に美味しい。それでは甘党ですけど何か。もうなぜ知っているんだよ。だってねえ、モリモリメールとか見れば大体わかる。それではラスト行きたいと思いまーす。なんかめちゃかわいい。見ちゃった。みんな、めっちゃいい感じじゃない。みんなみんな、もももも、いい感じ、平等だね。イエーイ。それではラスト、みんなに食べてもらって終わりにしたいと思います。練乳つけますか、つけませんか、どちらがいいですか。つけますね。はーい。わかりました、練乳つけていきたいと思います。これでもあんまりたっぷりつけすぎると落ちるんだよね、さっきみたいに。それではどうぞ。から今日どうやってた。どう、美味しかった。美味しかったですか。練乳ありとなし、みんなはどっちが好きなのか。みんな美味しかった、よかった。グラバンのブフありがとうございます。なしのがいい、なしのがいい、なしなんかい。ね、なしでなしで。なしやんほぼ。はい、ということで以上、いちご誰が食べられるでした。めちゃめちゃ美味しかったです。皆さん本当にもうにいちごをくれて本当にありがとうございます。次のすき焼きのお肉が来るのも楽しみです。それでは大田をね歌
歌っていこうと思います。あった。なな、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 なーから始まる曲です。聴いてください。平野桃奈で涙に沈む太陽。あーちょっと な曲なんですけど、公演とかではやらせてもらえないの。ね、公演とかで
やらせてもらえないわけ、ももは。だからショールームで一回歌ってみたかったね。もうもう高校生になるじゃん、だからもうそろそろ歌いたいなと思って。サイレンもありがとうございます。音符ありがとうございます。クッキーありがとうございます。チョコレートありがとうございます。クッキーチョコレートありがとうございます。サイレンもありがとうございます。ね。したいの。え、一回あの曲やってみた。ね。二十歳になっても早いって言われてそう。はにゃ。だからそれ。遅刻しました。汗汗。52分遅刻だぞ。夜の女さんでもまだ早いです。もう夜の女からいいな、いいかなって思ったんだけど。はい、ということでランキングを読んでいきたいと思います。それでは読みます。13位の生まれたのおばたの方、ありがとうございます。初見さん、 SK ホテルとチーム S の15歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。12位のパンダのおぼたの方、ありがとうございます。11位てんてんのひいちゃんのおぼたの方、ありがとうございます。10位のアフローのおぼたの方、ありがとうございます。イノセンスマイク持ちですか。あ、まだまだ歌わせてもらえないね。9位のペンギンが空飛ぼうとしてるボタンの方、ありがとうございます。8位の北海道のボタンの方、ありがとうございます。ラッキーセブンのぴょんちゃんが一番に空飛んでるボタンの方、ありがとうございます。6位の生まれたのボタンの方、ありがとうございます。それまで生きようって、いや、もっと生きて。5位の平野モナちゃんのおばたの方、ありがとうございます。4位のお寿司のおばたの方、ありがとうございます。3位のトップ10のおばたの方、ありがとうございます。2位の平野モナちゃんのおばたの方、ありがとうございます。それでは行きます。今日はちょっと練乳持ってやりたいな。モーダーのパカン待ってます。パカン待ってください。いつになることやら。それでは、あ、帽子あった。これをシュッて投げればよかったんだ。なんかちょっと違うよね。もうちょっとなんかセクシーな帽子だよね、本物って。これはもうの名探偵帽子。それでは行きます。ピンポンポンポン、ジャグ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 ジャ。今日の1位はの平野モナちゃんのアバターの方、ありがとうございます。それでは行きたいと思います。今カービィで繋げるか。マリオやないかーい。それでは行きます、ね、せーの、せーの、 L O V E の部屋のお姉ちゃんのおもたの方、ありがとうございます。白い白い。それでは行きたいと思います。クッキーありがとうございます。だるまありがとうございます。ありがとうございます。明日まで行ったらお休みって。ね、明日金曜日じゃないじゃん。
週長い。なんかさ、めっちゃさ1週間早いっていう時もあるしさ、なんか今週めっちゃ長い。明日が金曜日だと思ってた。木曜日だった。だるまありがとうございます。あ、そっかそっかそっか、祝日、ごめんごめん、祝日だからか。あ、そうじゃんそうじゃん、だから金曜日だと思ってたんだ。ナイスそうじゃんね。そう、学校行くの嫌なの？嫌じゃないけど嫌じゃないけど、でもやっぱりもう本当に残り少ないから、行ける日が、行ける日がっていうか、もう学校がある日が少ないから、寂しい気もするけど。ということで、星もギフトもありがとうございます。6452日、2日じゃないちょっと待って、おかしい。6452人の方、はい、見てくれてありがとうございます。ということで、今日の大富豪は毎日アイドル長いなって間違えた間違えた今日の大富豪は21時5分から21時半までやろうと思います。もも大富豪です。ぜひ対戦よろしくお願いします。そしてね、いつもドラゴンエッグのチャットのところだったり、エールだったりね、エール今日返しましたよ。あとね、チアレターもたくさん本当にねありがとうございます。もちろんね、上位ね、9位に入ってくれた、そのギルドに入ってくれてる方、いつも対戦というか、いつもありがとうございます。チアレターをねくれてる方もありがとうございます。ここここここ、マネキン猫のコマン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 、ありがとうございますはい、ということで、明日の配信はね、朝だね。明日は手形会があるから楽しみ、ワクワクということで、明日の配信は朝です。ぜひ見れたら見てください。よろしくお願いします。それでは二人したいと思います。皆さん本当にいちごありがとうございます。残りはももたんが美味しくいただきます。それでは二人したいと思います。左手出して右手出して、せーの、二人ありがとうございます。